するしない？それでは今回の匠ご覧ください。それでは何二曲一本場開始です。皆さん手配を開けてください。ドラマ老僧上茶が2着目に浮上しましたねえ。でも上茶さんなんか強いんですよね。知ってる人なんですよ。よくね、強い人なんですよ。練習会でも呼ばれてますよね、はい、ドリブン。だからちょっと今不安な気持ちになそんな気持ちになっちゃったんですか。どうしましょう。どうしましょうか。何は1枚場に切られてます。これ普通はペイから切るんですけど、うんうん、まあ、まあ中野さんなんですけど、ペイチョさんがね、まあ、ね、可能性を高めてあげましょうか。で、取っとくってことですね。はい、でもね、まあ、でも大抵泣いてくれないよね。そうでしょうね、2900点でね、ここにね、コバゴがいてくれたら、小林剛さんがいてくれたら泣いてくれると思うんですけど、うん、まあ、タイプにもよりますよね。はい。あまり期待が見えないです。結構ね、ここの人のタイプによって、僕のトップ率変わるんですよ。うん、でも、彼は多分、そんな安い仕掛けそんなにするようなタイプで。でももうめっちゃ遠いじゃないですか。まあ、まだ見ますか、トップ、うん、トップ見るというか、まだ最短3曲ですからね。はい、まだ漫画があれば2着とかなりますね、うん、ってなるんで、安くよりもまだ作ってくる、ね、じゃあペドロさんがってもらうためにも、あ、それならね、泣くかもしれない、はい、今回も役配重ねて、重なった場合は仕掛けていく。タイヤの仕掛けってあります？今回タイヤの仕掛けはちょっとしにくいですね。しにくいですか。もうちょっと赤とかドラがいっぱい来ればできますけど、ない状態でちょっとテンパってもリスキーなイメージが、うん、止められるのかこの神茶の親。まあ正直怖い。点差って意識持ってます？結構もう今の状態でももちろん点差の意識持ってますね、うん、ここは最悪下茶さんにアシストまでしてもいいかなぐらいですね。下茶は3着目になった下茶へのアシストを少し考えている。まあ、アシストしすぎない程度に、うん、安い手だったらアシストし、あ、これ切っちゃった。いいですよ、はい、大丈夫です。ちょっとゆとりすぎるかもしれないですね。ペイぐらい切ってもいいかもしれないですけど、怯えた、珍しく怯えたパワーワン切っちゃった。結構ここまでのパターンでないですね、それもね、はい、怯えたパワーワン切りなんですね。はい、で、トイメンがペイ重なってくれてね、はい、ちょっと、ちょっと極端なスタイルじゃないですか。 E1 パワー本一やってくんないですか。やってくんないですかね。でもね、これあんまり早く切りすぎると重なってないかもしれないんで、うん、まだ寝かせたいですか。いや、でもね、寝かせらんない。もうちょっとロス的に、自分の進行的にもここでペイを離した、はい、泣いてくんなかったな。仕掛けませんでしたね、声は出ませんでした。持ってないかもしれませんしね。まあね、持ってくれたら嬉しいなっていうだけです。いろんなパターンも考えて、でもちょっと極端ですね。でも極端だから次はウーワンですもんね。ちゃんと上がってくれるのかな。今度親はウーピン切った。内側が早くも出てきているかね。えちょっと怖いですね、はい、もうね、急走は一度自身で切っています。まあ、これ切るんですけど、はい、まあ、切るしかないですね。うん、ちょっと周りの速度感をかなり警戒されてますね、今回。まあね、測ってますか。トイメンさんがちゃんと上がりに行ってくれてるのか、めっちゃ無茶なことしてるのかがめっちゃ気になる。大物手目指してると遠回りしてるパターンありますもんね。うん、ウーピンパーピンですよ。ヤングパーピン切れましたよ、カミちゃん。ヤングパーピン切られたところでこっちもどうにもなんないですから ね、もうこう黙ってやれるのを待ってるような今気持ちになってるんですけど。それ嫌いなパターンですよね。太郎さんすごい、何も自分でこうできない。でも動いてもいけないし、しかもちょっと自敗が重なっても重くなりそうな場になって、ね、手は進まないし、本当ちょっとやばいですねこれね。でもこれはもう危機感感じて、ナンはもう場に2枚切られていました。どこかで下茶屋のアシストもあるかといったお声もありましたが、でもちょっと情報がないんで、仕掛けとかね、はい、情報がないんでアシストできないです。まだね、しようがない。お、来ちゃったよ。来ました、すごい。太郎さんなんか震えてたのが正解でしたね。いや、正解というかちょっと予定以上、予想以上ですね。早かったですか。まあ、かといって何もできないんで、はい、しかもこれはやばい。
さあこの手は、まあ、とりあえず現物で、はい、チュン現物です。泣いてくれたら嬉しいけどな。出ませんでした、ポン。どうしよう。簡単に降りるのは嫌いだっていうのは何度もお聞きしましたが、これまあだけど、ね、ちょっとね降りるも難しいですけど、あの僕にドラがなくて、しかもなんか、はい、例えばトヨメンさんドラがあったら最初からもうちょっとあんな極端なスチャイ、まあ結構つぼ切り多いんですけど極端になってない気もするんですよね。確かにそうですね。って考えるとあれ誰だ、どこにあるんだみたいな誰だ話の時に、あ、候補に上がりますね。親がきついわ。急走はドラ筋、まあでもね、ちょっとイーピンリスクあるんですけど、はい、このぐらいはやってやろうかなって。イーピンションパイ、はい、ですけどスーピンが通っています、はい、単用で仕掛け返す可能性、まあ急走も急前提ではなるんですけど、はい、ヤンピンが3巡目に切られている、はい、このぐらいはやってやります。チャイプッシュ、チャイプッシュ、このくらいがどこまでねいけるか。そうなんですよ ね、 ね、まだまだ積もう山ありますからね。今数アン出ればいきます、発射します。いきますというのは仕掛けていくってことですね、はい。まあ、これはゲームさんで聞きますよね、はい、しかも誰もねちょっと行く人いないの。担当がちょっといらっしゃらないみたいですね今のところ。対応してるように見えますね。あ、ローワンが通った。これでゲーム数が増えてしまった、ね、これってどうなんですかね。これ僕降りるの方、降りるのはできるんですけど、うん、いい悩みですね。降りることは簡単っていうかできるけど、それが正解、このパターンで合ってるのか、はい、前に行くべきなのかを今太郎さん考えてらっしゃる。でもギリギリのラインですもんね、はい、いつもそれが。いやなんかね悔しいっす。相当というか他の二人何やってんだよ。急に急に匠がクレームを言い出すみたいな。だって本当にもうめっちゃリスク負っていいじゃないですか、特にドリメンさんとか。いやでもその彼の手もありますからね、はい、急になんかそんなこと言われても怒り出した。今までにない匠のパターン。わがままな怒りがたまに芽生えてくるけど。いいですね太郎さん、本当なんか急にわがまま前面に出してくるところがまた可愛らしい。いや麻雀中ね、そういうわがままな怒りが芽生える時あるんですよ。あるんだ。打っててもね、実戦でもそうだってことですね。なんていうの、例えば、はい、降りることは簡単で、ね、例えば上茶さんがアシストしてくんないとか、あその時にいや、そういうつもりなら俺も降りちゃうよみたいな、降りたらお互い損しちゃうけどいいみたいな、わかります、ありますよね。例えば、まあまあ、おやりが入りますから、はい、うん、おやりに僕が押します、はい、で、これって僕が押すことって2人の得なんですよ。そうですね、2人にとって得、うんうん、でも2人が協力する姿勢を見せないのであればいいの、僕も降りちゃったらみんなで損するよ、2人も損しちゃうよみたいなね、っていうのを今いろいろ思ってたら気持ちになることもある。全部で出してくれたってことですね、はい、これは基本切るしかないですね。いや難しいんですよ。そうですね、自分だけの損得で言えば押し得、うん、だけど2人相対的に2人が得することを良しとしなければ降りちゃう手もある、うん、みたいなね。でも今回ちょっと周りもきつそうですよ。ですね、うん、お祈りになってしまうのか、このまま。スーピンは現物、ちょっともう 弱いふりしとく。手出しのスーピン。チーピンは筋ですね。このまま親がこうね、つぼみが詰まらないと。でもそろそろちょっと流局の可能性上がってきましたかね。残りの10目が、はい、これでもう安牌だらけになっちゃったってことは、もう対応します。急走や発打ち出すのもね、どうですか。まあローワンノーチャンスなんで、ウーワンもまあ出て、ウーワン短期しかないじゃないですか。まああと変速、ね、赤短期しかないです。4-4、まあちょっと3-3-3-5とかちょっと変速ありますけど、でもそれ以上にスーピンもね全部見えてて、そう、まあ大体もう折り切れるんですよ、はい。だけどまあ一応、ね、だからこうギリ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 ね、そのその苦しそうな、降りるの苦しそうでしたけど。どうですかね。
ああ。ああといった声は、スーソーがあんこになった声でした。三腕切っちゃ、三腕はちょっとやりすぎだよね、まだね。三腕ションパイでちょっと気持ち悪いですよね。いや、気持ち悪くもないんですけど。じゃあいけますか？通りとは思うんですけど。うんうんうん。でも、まあね、自分の、転廃する可能性が低すぎて。はい、押し出されていく範囲も他がね。はい。お、三腕通った。まあこうなればね、もうね、泣きますよ、行って進む前は。うわ、どうしよう。行って進みました、自ら。いいじゃんてん。まあ3問切るんですけど、はい、これ大事なのは、ウーアンをポンするかどうか一応考えておいた方がいいですね。ウーアンをポンした時に、初か急走を切るか。まあ初ぐらいは行ってもいいと思うんですけどね。うんうんうん、だからここで初切るもなくはないですよね。あ、そういうことですよね。はい、2アン引きのテンパイとかもあるしますし。うんうん、リアンワンだったり、はい、イワン急速が通ったらね、急速切る、はい、パターンもあるか。ここはちょっと悩ましいな。初を切るのか、途中、道中は、はい、そんなに当たらない姿勢なんですよね。何中切り出し、まあ、赤リルだと初統一の何中切り出しあるんですけど、例えば赤もない、ドラもない手で初統一の時、何中って意外と切り出さないんですよね、うんうん、あの時点で統一だったら。もう一個重なっても嬉しいですね。はいはい、はい、だから端配の処理だったりもするんですけど、はい、まあめっちゃできてるケースももちろんあるんで絶対とは言えないんですけど、比較的通りやすい配ではあるという。スタートから統一だった可能性は低い、はい、低い、うん、まあ後から重なったパターンはあるもちろん、何中初ってきたって、何切って中切ったら初持ってきたとかね、そういう可能性がありますけど、だから比較的通りやすいから、ネタ売りは嫌いだと切ってやろうかなと言っていた。いやでもこれ切っていい良さそうなんですよね。太郎は微妙だな。どうする、切りましょうか。お、初を切りました、はい、やはりギリギリのところはしっかり前に出ていく。あとはね、テンパイが取れるかどうか。もうなんか初を切らない、最初は切らない手だったんですけど、切らないと思い込んじゃうのも良くないかなと思って。積もったのは数ワン。あんこでございました。リーズも初、そしてドラが裏ですか。あれが初入りだったらめっちゃ恥ずかしいんですけど、大丈夫ですか。裏が1個あった。4000は4100オール、これで逆転されましたね。では皆さんの手配開けていただきましょう。あ、チート1展開。あ、テンパってた。酸素、あそこにいますね。初、いつ頃あんこになったんですか？え、初引きリーチですか？はい、そういうこともありますね。へぇ、これ最後、マンズ泣ける形だったら、急走短期の電波に取るってことですよね。いや、急走切ってリーチも考えてました。急走切ってリーチもある。たらリーチもする。リーチするかもしれない。なるほど。今、イーシャンテンでね、ギリギリのライン粘っていきましたけど、トップさんが積もり上げましたね。そして、超えられました。この後は追う立場となります。どう戦うか。今回も見どころ満載でしたね。はい、あ、ちょっと切ない顔になりましたね。切ない顔。やだよ、なんか今回やだよ、怖いのって言ったらね、実際に恐ろしいことになりましたからね。はい、まあでもしょうがないです。ね、このままね。はい、どうなっていくんでしょうか。いい読みだったと思ったんだけどな、これ。でも入り目だって。入り目だったのに。まあそういうもんですから、マージャンってね。怖い、マージャン怖い。推理で、別に推理でも絶対当たらないんで。そうそうそう。まあ引く。でもこれを切れるのが太郎さんの強さですから。そうっすか。だって。まあ強さかどうかわかんないけど、切りたいですね、僕はね。うん。だって切れないですよね、これを。で、これ、牛さんも別に切るつもりだったし、先輩すれば。凡人切れないんで。まあね。最初の形だと切れない形でしたけど、うん、切れないと決めちゃうのもどうかなと。あ、いいですね、はい、大事ですね。その切るっていう思考もあってこそ、はい、切るか切らないかですからね。そうですね、はい、さあ、ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。